岡城治は、日本の俳優である。本名は、中溝活動、旧芸名、美野部進む、岡城治。1902年5月25日、東京府東京市京橋区越前堀に生まれる。祖父は、佐賀藩の勘定法を務め、父は35近郊の頭取であったというが、氏名などは不明である。画家志望であったが、立教大学商科に進学。 同学を卒業し、日本地区音気象会広告宣伝部に入社する。同社で同部長に昇進したが、日活宣伝部員の友人の誘いを受けて、退社、二26歳である1929年初頭に、日活渦政撮影所現代劇機芸部に入社、同年2月8日に公開された映館で映画界にデビューとされるが、 前年の1928年9月27日に公開された池田富康監督による大作維新の協楽流の巻虎の巻に島津久光役で出演しており、見延べ進むの名ですでにクレジットされている。同社では主に現代劇に出演、1929年7月6日に公開された徳永フランク監督の赤い灯り青い灯りで主演に抜擢される。 1931年、宝塚少女歌劇団出身の女優、沢蘭子と恋愛及び失踪事件を起こし、同年10月1日に公開された池田と宮津監督の純教決死日本26成人に出演したのを最後に、二人とも退社を余儀なくされた。沢蘭子はすでに同年4月に、東京の小畜蒲田撮影所に移籍していたが、同社では同年10月、 鈴木伝明、岡田時彦、高田実らが退社して、独立、富士映画社設立の事態となっており、宝塚の経営者、小林十三の尽力もあって、岡も同社に入社する。鎌田入社と同時に、岡常時と改名した。当時の所長、木戸志郎が好きな洋酒の、ジョニー・ウォーカーをもじって命名したとのことである。同社では、田中絹代、初代、 水谷八重子らと次々に共演、サイレント映画からトーキーの時代に突入し、他の美声が評判となり、数年のうちに蒲田のスターとなる。とりわけ、野村カオルテ監督には徴用されたが、1934年8月15日に公開された街の暴風を最後に、同月23日、野村が急成してしまう。同年、同社を退社、共同映画を設立する。 共同映画を解散した1935年、日活玉川撮影所に入社する。1936年1月30日に公開された入江プロダクション制作、安倍豊監督の白衣の歌人に出演した後、同月、初めての徴兵を受け、大日本帝国陸軍少尉として3週間入隊した。現職に復帰して、同年4月8日公開。 千葉康樹監督の恋は雨に濡れてに出演。その後1937年1月14日に公開されたケンジとその妹に主演したのを最後に、同作の監督の渡辺国夫と共に同社を退社、京都の税王スタジオ、さらには PCL 映画製作所へと同時に移籍していく。同年9月10日の両社の合併による東宝映画の設立に際しては継続的に入社し、 pcl のスタジオの後ろ身である東方映画東京撮影所に所属した。この頃、沢蘭子との内縁関係を解消し、翌1938年、新橋の名義と呼ばれた襲撃と結婚した。1939年には、二度目の徴兵を受けて、一年間、大日本帝国陸軍将尉として働き、同年12月29日公開、滝沢英介監督の ご存知あずま男で映画界に復帰した。当時の丘のことによれば、死縮する俳優は、コンラート・ファイト、ベルナー・クラウス、ポール・ムニであるという。1944年8月、3度目の徴兵を受けて、第日本帝国陸軍中尉として、台湾のキールに駐屯、台北で終戦を迎えた。第二次世界大戦終結後は、百四十六年三月十日に、 復員して東方に復帰、同年8月1日に公開された渡辺国夫監督の命ある限りで映画界に復帰した。東方葬儀の勃発を受けて、1947年、大英エと契約を結ぶ。1954年7月6日に公開された安田君義監督の赤橋修正揃いへの出演を機に、岡常司と改名した。晩年は妻とは離婚し、 子は、妻の姓を名乗っており、画廊を経営していたという。1970年12月17日、高血圧による心臓病を病み、東京都渋谷区代々木の病院で死去した。母所は、青山霊園にある。長女は、第12期大英研修生。長男は、真山常ジ,ジの芸名で、青年期の一時期、俳優として活動した。2006年末現在、 明智小五郎と近代地光介両者を演じた数少ない役者である。特筆以外すべてクレジットは出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、 ほぼ現存しないフィルムである。すべて制作は、日活渦正撮影所。すべて配給は、日活。すべてサイレント映画である。すべて、見延べ進む名義。上陸第一歩のスチル写真の岡上司。また会う日まで、のスチル写真。右、岡田よし子。非常戦の女のスチル写真。左、田中絹代。特筆以外すべて制作は、 松竹蒲田撮影所、すべて配給は、松竹キネマ、特筆以外すべてサイレント映画である。すべて、岡常寺名義。制作は特筆の通り、すべて配給は、日活、すべてトーキーである。ケンジとその妹のスチル写真。右、原節子。特筆以外すべて制作は、日活玉川撮影所、すべて配給は、日活、以降すべてトーキーである。 特筆以外すべて制作は、東方映画東京撮影所、すべて配給は、東方映画である。鉄の爪のポスター。特筆以外すべて制作は、大英京都撮影所、すべて配給は、大英である。すべて制作、配給は、新東方である。幽霊男のポスター。特筆以外すべて制作は、東映京都撮影所、すべて配給は、東映である。 岡常時に関するカテゴリありがとうございます。